お前トロから行くなよ。トロ行っていい立場じゃねえだろ。いやお前並んでるからだ。だったらトロ抜いても食ってくださいよ。立場じゃないんだから。トロから行くなよ。それにしても、ちなみに僕が一番最初食べるべきものは何ですか。逆にこれ一番反省しなきゃいけない。自分に似合うやつから行けよ。お前どれが似合うと思う。似合うっていうのはじゃあかんぴょう巻きから。それもちげえだろ。じゃあガリから。いやわさびだろ。いやいきなりわさびやったらもう寿司の味がもう全然わかんなくなっちゃいますよ。ミリちゃんすげーな。せっかくの何回も食レポしてるんでしょ。だったらわかるでしょ。いやでも今わさび入れちゃったらもうあとはもう全部良くない食レポになります。わさびになっちゃうと口の中もう一番わかんない。いやわさびからいけ。それでもやるのが仕事だろお前な。そんなごたごた言ってる立場じゃねえよな。すげーなミリちゃん。わさびかよくガリからいけるとか思ったね。ガリからも早すぎるとしたらマグロは完全に間違ってました。大間違いだよ。本当それはそうですね。ああ